それでこう、まあ、早いものを遅くしようとか、テクノロジーをこう無駄にいかに使うかっていうことを通して、こう脱成長みたいなことをこう考えていくみたいな、人間性を捨てたらあかんじゃないですか。すごいコロナ以降今回のピックアップアーティストはヤンツーさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ヤンツーさんです。今日的なテクノロジーを導入したインスタレーション作品を制作しており、例えばこれまでセグウェイが作品鑑賞する空間や機械学習システムを用いたドローイングマシンなどの作品があります。アーティストの菅野壮さんとの共同作品が第15回文化庁メディア芸術祭アート部門にて新人賞を受賞、同じく第21回では優秀賞を受賞されました。バルセロナやベルリンでの滞在制作のほか、国内の美術館を中心に多くの展示に参加され、注目のアーティストです。まずはこの作品の方から伺っていきたいと思うんですけど、うん、はい、こっちの作品は最近のシリーズで、うん、こっちはもうずっと前からやっているシリーズ。どちらもあの、まあ、ドローイング、スプレーのドローイング描いてあるんですけども、はい、マシンで描かれて、はい、そうです、はい、指がちょこちょこ動いてあいつが押すと逆になるんですか。これがこっちまで行くと、これがこの指がボタンを押す、ボタンを押して逆向きになる、ちょっと回ったり光ったりっていうことが起きる。たまらん、はい、タイトルは何ていう名前なんですか。脱成長のためのイメージ。なるほど。で、副題で回り道っていうタイトルがついています。でこれは今年の4月に地元の茅ヶ崎市の美術館で25周年展があって、はい、作品のコンセプト自体がこう茅ヶ崎のこうゆっくりしたイメージに合ってるなと思って、まあモルタルを下地で敷いてるんですけど、モルタルの中に茅ヶ崎の海の砂を混ぜてたり、そのタイトルの脱成長っていうのが斉藤光平さんの人新世の資本論を読んで、コロナ以降にそれを読んで、ですごいインスピレーションを受けて、あの本の中で脱成長コミュニズムっていうのを歌ってますよね。資本主義はもうやめようって言って、で本を読んで理屈は分かるんだけど、もういかんせん資本主義っていう社会のシステムにズブズブじゃないですか。どうやって抜け出すのってイメージもできなかったので、なんかこう遅いイメージとか、なんか無駄なイメージっていうのをこう、まあ、絵としてこう刷り込んでいくみたいなことはできるんじゃないかなと思って、でこういうふうなものを作りました。でこの今映ってるのが、去年パルコミュージアムで展示したバージョンのもので、ここで初めてこう割ってみたんですね、引っ張って、これ割れてるのか。あ、本当だ、はい、出ました。展覧会のテーマがドローイングに関する展覧会だったんですよね。で機械で角線とか、まあ、あと割れた時に偶発的にこう現れる割れた線みたいなもの、要素とか、あと空間にもこうまっすぐな線がこう引かれるっていうので、っていう感じでいろんなアプローチでこう、まあ、線を引くっていうことを考えてみた。本来ならこう出来上がった絵を壊すっていうのはあんまり考えられないことだと思うんですけども、まあ、あえて壊していく、出来上がったものをどんどん壊していくっていうことをやってます、ね。まあ、それまではこういわゆる機械が、まあ、ランダムに描いてたものに、まあ、自分の作為みたいなものをこうグイッと加えていくみたいな。そうですね、自分の作為みたいなものをなんかいろいろ展開したいなと思った時に、まあ、なんか割れてたり壊れちゃっててもいいのかなっていう自己批判ですけどなるほど。でこれは2011年にバルセロナでレジデンス行った時に初めてドローイングマシン作ったものなので。あ、そうなんですね。2011年が最初、はい、が初めてです、ね。はい、でこうバネの伸縮の運動で結構無軌道に動くんですけど、でその軌跡が描かれるっていう感じです。街に描かれるこうタギングって言われるこうサインみたいなものがあるじゃないですか、あれってこうライターが自分の名前を書いてるんですけども、なんかリテラシーないとその何書いてあるか全然読めないっていう、でただ読めないのだけどそのコミュニティの中で通用するなんかコードみたいなのがあって、ただそういう総理以外の人にはこう都市のノイズにしか見えないっていうのがなんか矛盾してるなっていうのが感じて、まあ、人間が書かなくてもいいんじゃないか、そうなると
なんか機械がめちゃくちゃに動いてそれっぽい線を描くだけでもなんか成立するんじゃないかなっていうのを考えて最初に作ったものです。うん、これはもっとより自律的にというか壁にとらわれることなくこう自走して、でその改造した電動スケートボードの上に二重振り子がついていて、で振り子の先にもう一個振り子がついてると、うん、こうカオスの動きが、はい、になるんですよね。でその軌跡がすごい街で見られるグラフィティのストロークにそっくりになるんですよね。うん、もうなんか書いてあるじゃないかっていう、そうそうそう、表現するっていうことをドローイングマシンを通してこう探求してきたんですけど、今度見るっていうことに興味を持ち始めて、鑑賞っていう芸術にとって重要なタームについて今度こう、まあ、2018年ぐらいから取り組むようになってきて、過去の僕が手掛けた作品みたいなものが展示されている空間をセグウェイがこう移動して、鑑賞する素振りみたいなのを見せる。でそれをこうその空間に結界が張ってあって、それを人間が外から鑑賞するみたいな、鑑賞者を鑑賞するみたいなメタな構造を作ってみたり、鑑賞から逃れるっていう作品がもう一個あって、でこれは広々とした空間に、まあ、絵画的なもの と、まあ、仏像彫刻的なものと、うん、あと仏像、はいはい、モニターですね。で人間の鑑賞者が作品を見ようとすると、うん、作品が逃げるんですね見られたくないよっていう態度を取られる。でこのモニターに映ってるも何かなって見ようとするとこうレールに沿ってこう遠くへ遠ざかってしまうとか、仏像みたいなものも背を向けて遠く行ってしまうなんで？まあそう、なんでが重要なんですけどまあもしこう例えば人間みたいな知性があったとして作品に仮に恥ずかしくて見られたくないってなる作品もあるかもしれないじゃないですか。でもっと言うと人間の知性って多分脳みそだけじゃ成立しなくて、結構よく言われることで体からの無数のいろんな無限の入力から、そのフィードバックで脳がこう考えてまた体を動かしてみたいなこうフィードバックループが必ずあると、うん、つまりこう鑑賞中の身体に動きを加えることで、まあ、鑑賞の体験がよりこう、まあ、豊かになるというか、うんうんうん、見るっていうことを解体していくような割と体験型のインスタレーションみたいなのも、うん、足りもしました。鑑賞者の体を動くことによって、まあ、インタラクティブにその体験ができるということはあるけれども、なんか人間から離れようとしている感じが常に、はい、それこそさっき の、 あの鑑賞者すらももう機械になって、 その書く側も見る側も マシーンになって、その一部始終をなんか遠巻きに見るみたいな、うん、何なんでしょうね。僕の中でコロナ前とコロナ後で全然モードが違くて、コロナ前までは加速主義っていう思想がこうかなり絶頂を迎えるような感じ で、どんどんこう資本主義っていうものが、このまま加速していくと資本主義じゃなくなると、もう本質的には、でどんどんこうディストピアみたいな世界にこう向かっていくと、でテクノロジーとすごく親和性が高くて、でテクノロジーの力を借りてそうドライブしていくような、で僕も作品でテクノロジー使ってるし、うん、あもうしょうがないんだなぐらいの感じ で脱人間中心主義みたいなものをどんどん考えるようになってきたんですよね。これしかないのか、うんまあ、しょうがないかみたいな、うん、で俺テクノロジー使えるしこれでいこうみたいなでどんどん人間ができないようなことをどんどんやらせてってみたいな、で人間をこう貶めるようなそういう思想にこうなびいてたんですけど、コロナ以降をすごい180度こう変わってしまい、それでこう、まあ、早いものを遅くしようとか、テクノロジーをこう無駄にいかに使うかっていうことを通してこう脱成長みたいなことをこうなんか啓蒙していくじゃないですけど、考えていくみたいな感じにどんどん変わっていったんです。すごい変化ですね。人間性を捨てたらあかんってなりました。すごいコロナ以降でこれのでも一個続きのインスタレーションがあって、永続的な一過性倉庫の問題で、最近世界中にできているフリーポートっていうものがあって、非課税で高価なもの、資産価値があるものを富豪たちがそこに
預けるんですよね、うん、でそれって、まあ、ある種合法的な脱税なんじゃないかって言われてたりして、はいはい、そのフリーポートの中で、作品たちが売買されるんですけど、うん、梱包すら解かずに所有者が変わるだけなんですよ。あ、そういうたらい回しにされているみたいな状況があったりして、で場所は変わらないんだけどずっとなんか動いてるみたいなイメージ、うん、でそのイメージがこう資本主義そのものみたいになるかなみたいな、うん、まあ、これはちょっとそういう批判的な、うん、作品で、これが一番最近の試みで、新宿のホワイトハウスっていうところで、うん、作った 新作で本当に、あ、ホワイトハウス、はい、で何やったかというとこう発電をしたんですね。発電所を作る、うんうん、電気を作ってその電気自体を作品とするみたいな感じです。最近注目されている発電および蓄電方法としてその重力発電っていうのがあって、でここではその200キロの重りがゆっくり引き上げられてってでゆっくり落下していくんですけども、その電気でモーターを動かしてるんですけど、うん、でその電気が位置エネルギーに変換されているような状態です。物が、高いところにあればあるほど大きいエネルギーとして保存されている状態になる。で、それが落下するさせるときに発電モードに切り替えて、うん、まあ、タービンみたいなものを回して発電させる。落下するときに電力を生み出す、電気を生み出すね。で、干渉者来た人はまあ、ここに何ボルト、今発電量が表示されてるんですけど、たった2ボルト前後しか発電できなかったんですね。本当に大した電気じゃないですけど、でそれを、5ボルトに変換したものを、見に来た人は自分のスマホを充電したりできると、作品として生成された電気を持って帰ることができるみたいな感じ。僕メディアアート学んでそういうテクノロジーを使う、作品ほぼほぼ全部電気使うので、うん、電気使わないと作品作れないっていう状態がに気づいて、それがすごい貧しいなって感じたのが最初だったんですね。でじゃあ電気そのものを作ってしまえばいいんじゃないかと、うん、で AI とか NFT なんかも電気ないと動かないわけだし、はい、電気自体を作ることでなんかもうそれこそが究極のメディアアートだと思ったんですけど、うん、はい、はい、こっからどういうふうにまあ変遷していくんですかね。そうですね、大量に作って大量に消費するっていうことで、こうで目に見えなくなるじゃないですか、その消費者にはそのプロセスっていうのが全く分からなくて、まあ安全にこう手元にいつの間にかやってくる、うん、Amazon の物流のそのショッピングにしてもそうですよね。ポチってやったらこう次の日ここにあるっていうことがいかにおかしいかっていうのをまず考えないといけない。よく考えたら気持ち悪くないですか。もう便利だけど、そうですね、何これってなるんですよね。電気とかもコンセント挿してるけどあれどっから来てるんだっけなとか、どこで使われてるんだろうなみたいな、そこが見えなくなってるので、それが大量生産大量消費のプロセスの中で見えないように設計されているので、そういうのをこう、まあ、見える化というか見えるように していくようなことをなんか作品でできたらいいなと最近は思ってます。なんかミートアートフェスティバルでも、はい、2023でもまた作品を出展していただけると伺っていますが、そのやっぱその延長線上の何かになりそう。ちょっと今考え中で、ね、何が出てくるかお楽しみ。これからの活動も楽しみにしております。本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、というわけで本日のゲストはヤンツーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。国内最大級のアートとカルチャーの祭典ミートアートフェスティバル2023の開催が決定しました。今年はさらに規模を拡大し、天王洲運河一帯を4日間にわたって弱します。100名以上のアーティストの皆さんにも参加いただく予定です。開催日時は10月6日から9日まで。僕も参加します。ぜひ遊びに来てください。こういうフードとかファッションとかそういうものに関心を持ってきた方もいらっしゃる流れで、アートフェアに行ったりとかエキシビションに行くとか、その対話がアーティスト側がすごくなんか楽しかったというか、すごい意義のあるものだったみたいなことを感じているという感想を聞きましたよね。そうですね。